スターウォーズ・ギャラクティック・バトル・グラウンドは映画スター・ウォーズシリーズを題材としてルーカス・アーツが開発発売したリアルタイムストラテジーゲームディレクターはルーカス・アーツのガリー・エム・ゲイバー Windows 用日本語版はエレクトロニック・アーツ・スクウェアより2002年1月17日8980円で発売 Mac 用はウエストレイク・インタラクティブが移植 アスパーメディアが発売した。日本語版では、メニューの日本語が、メイン画面内に出る音声字幕の翻訳のほか、銀が標準語、鉛の強い軍艦族の言葉等が日本語に吹き替えられているものの、ウーキー族のシャイリーウック語やイウォーク族のユックス語、ジャバ族のフッテ制語等は吹き替えられていない。また、エピソード2の公開に先立ち、2つの勢力と 14? のミッションが追加された拡張キット、クローン戦役が Windows 用日本語版として発売。本体と拡張キットを同梱した製品も発売された。同梱製品は後にベストセレクションズとして2004年12月16日に2980円で再発売された。2010年にすべての製品の製造が終了している。プレイヤーは銀河帝国、反乱同盟軍。 ウーキー族、軍艦族、ロイヤルナブー、通称連合の勢力のうち一つを選び、マップ上の他勢力と争う。ゲームエンジンには、数々の賞を受賞した、エイジ・オブ・エンパイア2と同じ G2 エンジンを使用しているため、画面、操作感、ゲームシステム等がよく似ている。エイジ・オブ・エンパイアとの主な違いに、攻撃を軽減するシールドや、強力な航空戦力の存在が挙げられる。 また、帝国の襲撃、ジェダイの騎士の物語、フォースを学べ、デススター、ストームトルーパー、タトゥインへの帰還等、映画に使われた曲の中でも、緊迫感のある楽曲をアレンジし、BGM に使用している。画面の上半分は、メイン画面となる、ユニット、建物、地形を表示する画面で、キャラクターのセリフなども表示される。画面の下半分はつに分かれ、右から、 ゲーム全体を把握するためのミニマップ枠、ユニット、建物の状態表示枠、ユニットへのコマンド表示枠となっている。プレイヤーの扱うユニットを大まかに分類すると、資源を生産、採集する労働者、ユニットの生産、技術研究をする建物、戦闘を担う軍事ユニットの3種類に分かれる。ゲームは蒸気ユニットを効率よく働かせることで、技術レベルを高め、 強い軍隊を作り、目的を達成する。また、登場する文明は、長所短所が強調され、他の勢力にはない固有のユニットや、技術研究が用意されている。キャンペーン1アティッチトゥカックウーキー族クワイガンジンと、共にゲームを進めるチュートリアルキャンペーン。チューバッカは、未開の地、アラリースプライムで開拓を始めるが、危険な生物に襲われる。 軍隊を組織して立ち向かうものの、次は通商連合がアラリスプライムで徐々に活動を活発化させていき、ついには要塞を建設する。中爆下、その父アティッチトゥカクラウーキー族のためにクワイガン人が立ち上がる。アラリスプライムは森林と温暖な海を持つ月、ウーキー族が入植。ウーキーのケガ目的にトランドーシャンがやってくることもあった。 平和が訪れた後は繁栄し、ウーキーの優れた技術はここで秘密兵器を生み出す。キャンペーンにムマイナス9とナブルの征服から、通称連合密かにナブルに降り立ったドロイド軍だが、ドロイドコントロールプログラムを奪われ、窮地に。司令官のバトルドロイド無マイナス9の操るアットに、守られた騎士がプログラムを再起動。復活したドロイド軍は、ナブルの首都シードを制圧し、 宮殿の前にモニュメントを建設した。ダースモールの助けを借りて、軍眼族の太田軍がも発見し攻略。ナブーを制圧する。ボーナスミッション、草原の戦いキャンペーン3ボスナストナブーの独立戦争軍眼族、ロイ。強大な軍事力に対抗するため、核部族が結集。最初の偉大なる軍隊が、要塞とスピアヘッドに戦いを挑む。 三千の歳月が流れ、通商連合に、大田軍がを壊滅されたボスナス。聖なる場所で、アミダラ女王と共に戦う決意をし、ナブルの解放に向けて、偉大なる軍隊を組織する。ボーナスミッション、シードの戦いキャンペーン4ダース・ベーダーの反乱軍、ガリ・ギンガ帝国ヤビンでの敗北後、ベーダーはすぐにヤビン4の反乱軍基地を、強襲、ドドンナ将軍を捕らえる。 ドドンナ将軍から情報を引き出した暗黒鏡は惑星レーサで反乱軍の食糧基地を奪還する。レーサでザローリスの反乱活動が活発との報告を受けたベイダーは囚われていたビアーズ大佐を救出。暗黒鏡によって救出された彼は試作機だった AT、AT ブリザード1を最終調整し惑星補正へと挑む。ボーナスミッション、クラウドシティ攻撃。 エンドアの戦いキャンペーン後レアと新共和国から反乱同盟軍レアはボサン人のスパイ、ウトリック・サンドフと出会うためクラントへ向かうが船が不時着してしまう。陰遁していたジェダイマスター、エチューシェンジョンの助けを借り、なんとかウトリック・サンドフと出会うものの、ウトリックからジェダイの遺産ボルナチュを帝国が盗んだと知らされる。惑星ゲッテスでボルナチュを奪い返したものの、 輸送船の前に立ちはだかったのはダースベーダーだった。レイヤーを逃がすため死を覚悟するジェダイマスター。7年後、砕かれてしまったボルナチュがハヌーンにあることを知らされるレイヤーとルーク。決死の覚悟で奪い返したが帝国軍の支配に苦しむハヌーン市民のため再び戦火の中に突入する。ボーナスミッション、ホス、エンドアの戦い、チャレンジミッション、シルケン小惑星隊。 キャンペーン独中バッカとキャッシークの解放。ウーキー族反ソロと中バッカは、荒れ果てたキャッシークで、帝国軍が活動していることを知る。合流したウィーバッカとガバメントツリーを建設し、新共和国に助けを求めるが、帝国軍により通信が妨害されてしまう。通信妨害装置がお菊池にあるというウィーバッカの案内で、ソロと中バッカは、お菊池に向かうが、裏切られ、 大きく力脱出する羽めに、その後、ショーランの手を借りて、通信妨害装置を破壊し、トランド・オシャンラに囚われたウーキーたちを解放する。そして到着した、ルーク、ランド、ローグ中隊とともに、帝国のメインリアクターを目指す。ボーナスミッション、ケッセルの解放拡張キットに追加されたキャンペーンでは、主にクローン対戦の最初の段階の話が語られる。 中心人物のセブランスタントへ中ンジョンは映画には登場しないもののパダワンの暴走と死、タスケンレーダーの残殺、強い女性、シスの登場、終盤に登場する火山性の惑星、シスへの憎しみとジェダ代としての苦悩など、後のエピソード2アニメ、クローン対戦、エピソード3のネタバレのような出来事がいくつかある。キャンペーン1セブランスタン独立連合の 戦闘行為、ジオノーシスジオノーシスの戦いの際、ドゥークー伯爵の脱出を手助けしたことで信頼を得た。セブランスタンは、タトゥイーンで、共和国の秘密兵器デシメーターの情報を得る。エリディンプライム、続いて、アラリスプライムの攻略によって、デシメーターを手に入れた連合は、共和国の資源の8割を供給する。サラピンを目標にする。 攻略に格好の場所を得た連合は新たなデシメーター施設を惑星クラントに計画した。エリディンプライムはエルデン星系の第四惑星。氷雪に覆われ目立たないため、サラビンは豊富な資源を持つコアワールド内の惑星。共和国と銀河帝国はここをエネルギー基地とした。溶岩流のある灼熱の気候は過酷だが、 この星にだけ住むバーパッドという生物が登場する。キャンペーンにエチューシェンジョンと銀河共和国の戦い銀河共和国ジオノーシスの戦いでセブランスタンにパダワンを殺されたエチューシェンジョンは落胆していた。数週間後、占領されたサラピーを新たなパダワンと共に奪還。セブランスタンを追跡するエチューは惑星、クラントに追い詰めるが逆にパダワンをさらわれる。 ジェダイ評議会に逆らって救出に向かうが彼の中にはダークサイドが渦巻いていた。ボーナスミッション、コルサントの獲得、クランとは森林に覆われ多くの生物が住む風光明媚な惑星。ボサン人の宇宙域にあり、銀河内乱の間、ボサンジンスパイと反乱軍との接触に使われた。イウォークアドベンチャー、ベスピンからの脱出、ハーコブズディフェクション、ホスからの脱出。 ありがとうございます。